こんちは、翔太です。今回なんですけど、5月の28日ついにですね、大型アップデートやってきますので、そちらの更新情報について見ていきたいなと思います。どうなりますかね。私は非常に心配です。それではですね、まずは1週間前の5月21日の更新情報から確認していこうかなと思います。まあちょっと多分長いと思うんで、更新情報が手短にいこうかなと思います。まず映画銀月のところになるんですけど、小石パックが来ていますよと。でラッキースターは、芝生、関羽、真田、呂布、高村さん、武田、出雲をですね、ご自身の手持ちに合わせて、狙っていってもらうといいと思います。で今ラッキー割引来ているので、9割引出た方は検討ください。でゲームも来てますが、まあ基本スルーでいいかなと思います。満月サプライズガチャもスルーですね。美少女学園に関しては、ホンダですね、MR アバターを考えている方は、取得というか、ちょびだめしておいてもらうといいのかなと思います。あとは、王戦ですね、UR 戦のキャラクターの奥義、優勝になっておりますので、こちらもおすすめかなと思います。仮想の集いに関してはですね、文王の MR アバターを、想定しているのであれば、狙ってもらうといいと思います。まあ、あとは基本スルーですね、まあ、奥義とか狙いたいキャラクターがいる方は狙ってください。綺麗多彩になるんですけど、ここに関してもですね、まあ、今回は UR 戦のキャラクターを椿エスで取るのはありだと思います。連覇、グキ、王戦、この辺りは UR 戦のキャラクターの奥義、優秀なキャラクターになっておりますので、狙ってもらえるといいのかなと思いました。週のギフトは始まり日桜やってきてますので、課金忘れないように。でスイート巨星に関してはですね、まあ、今日、課金したら、まあ、最後まで達成できるって方は、まあ、課金してもらってもいいかなとは思います。続いてですね、5月28日は一瞬で、あれ？あ、じゃあ、明日か。5月24日の更新内容ですね、すぐ終わりますが、少女のサシスセソ、こちらに関してはですね、もうスルー推奨です。一応過ぎ来ているので、課金する方は検討ください。サシスはもういいです。月打ちあやめやってきておりますので、こちらも課金する方は忘れないように。で、関東ですね、来ております。めちゃくちゃですね、いや、強いんですけど、やっぱ、まあ、スタノありきな性能で、スタノを持っていても取るかって言われると、まあ、ちょっと微妙なところはあるかなっていうのが正直なところかなというふうに思います。それではですね、5月28日の更新内容、でもまだゼロですね、今、現在8時なんですけど、ちょっと運営さん頑張って書いてるんですかね。今のところはまだ特にですね、記入されないです。あ、記入始まりました。お、1個来た。じゃあ見ていきましょうか。まずつくよみですね、の再販がやってくるみたいです。まあ、このキャラクターは生後ウバイだったと思います。ウバイでしたね、コピーじゃなくて、だったかなと思います。ちょっと今の環境ですね、まあ、生後ですね、剥がせないような環境になってきておりますので、まあ、逆にその強力な生後状態を、まあ、奪ってしまうというか、コピーしてあげる。まあ、ただそのコピーした生後は結局解除できちゃうんで、まあ、ちょっと今の環境だと、正直ちょっと微妙かなっていうふうには思っちゃってますね。で、あれ、今回なんかちょっと早いな。別にキャラ来るわけじゃないですよね。ああ、びっくりした。ベニー星の限定交換ですね、やってきます。ちょっと早いですね、タイミングが。いつもは、あ、そうでもないか。あ、すいません、失礼しました。私の勘違いですね。月末と月初なんで、このタイミングで合ってますね。椿水、ベニー水、椿水1個、ベニー水10個で交換することができるので、これですね、交換する方は忘れないようにしてください。私もちょっとサブアカだとベニー水、そう、なくなってきましたね。で、ラッキースターは、張飛、土高村、宗職、劉氷、柴田、馬頭、慶華、右傑、宗純、豊となっています。宗職が暴走キャラなんで、まあ一応ですね、優先してもらうといいと思うっていうのと、張飛と右傑ですね、は、奥義優秀かなと思います。週間経験やってきますので、1000円ですね、課金いただける方はしてもらえるといいのかなと思います。まあ、原稿とか結構多めにもらえますね。で、美少女学園は、ナタ、明智、大工房、福島、龍宝、小松姫、陽丹は、グキ、主天道士、滝夜叉姫と、まあ、一応、ナタが性能面では一番上かなと思います。で、明智、大工房、龍宝、陽丹はじゃなくて、グキですね。あたりは UR 戦のキャラの奥義も優秀かと思います。おっと、なんかちょっと下にいいキャラ乗ってますね。仮想の集いは、前田、今川、加田、呂布、慶華、ダッ
キ、長保、武田、龍禅、曹操となっています。ダッキー最優先で、私は長保取りに行こうかなと今回思っています。まあ、結構仮想の都道の方の幸運券とかって私あんまりもう使う機会ないので、まあ、この長保はですね UR 線が欲しいんですよ。私は今 60% の回避スサノーで剥がれないめっちゃいい、取ろうと思います。あとは UR 線、 UR の絆としては前田、今川、加田、呂布、武田、龍禅、曹操ありです。てかほとんどありです。で順断無限は2週に1回、綺麗多彩は1週毎週って感じになったんですね。なんかやばくない？まず順断無限は李氏、ニビアン、ケイ、ベリビア、クレオパトラと、ちょっとラインナップ変わってますね。あのニビアンいますんで、ニビアンですね狙ってください。で綺麗多彩の方は劉備いますね。なんかちょっとこの前ですね、劉備のサイファーはもうないですかみたいなコメントをいただいて、普通にあると思いますよってお返ししたら、あるそうですかてんてんてんみたいなあの返事いただいたんですけど、あの劉備やってきます。劉備やば、劉備取りましょう皆さん。あのまあニビアン先かと思いますけど、劉備も狙いましょう。で座敷わらし、ああ座敷わらしか、なんかちょっと今頭の中で誰だっけってなりましたけど、で、ロハンもうこんなところに入るの、あロハンちょっと私欲しいな。大竹丸、高村さんとなっています。なんか大竹丸つい最近いませんでしたっけ。あシンプルに再販できてましたね、そういえば。あ劉備か、あめっちゃありめっちゃありですねこれは。これ定期的に来るってことですもんね皆さん。とりあえずニビアン、劉備ちょびダメ優先、最優先めちゃくちゃしてください。で祝儀符は春待ち受装とコーンギフトやってきますので、春待ち受装皆さん課金忘れないようにしてください。で大型アップデートに伴う調整がやってきます。5月28の更新分にて一部イベントガチャの調整を実施、内容によっては月初のタイミングで更新となります。調整を行うコンテンツは以下となります。百花美人は東博の絆追加されるみたいですね。10日活躍は終わっちゃうと、出入り任務は報酬を追加、軍令は無料報酬を変更、変更、戦闘権欲しいんやけどマジか。月間ログインの宝箱報酬を追加で、初心者豪華ログインボーナスの開催を終了、連続チャージが報酬の変更と追加、成長の歌が条件となるステージの変更、ああこれ2000ステージになるからか。で少女の出会い、真相仏庫、平行工房、鍛造工房、神髄工房、技能書の出現確率の変更および副省庁育成用アイテムの追加、あ技能書の出現確率の変更ってことはなくならない？これはもしかして。お、で栄華金月は新たなガチャで使用可能なコインが入手可能なラインナップを追加、毎日1回購入可能なパックと、販売開始から7日目の、23時59分まで、3回購入可能なパックの2種類追加で、初心者割引、が追加と。まあ、ちょっと私明日ですね普通にお仕事なので、ちょっとお昼に確認するっていうのは、まあ、やらないようにしようと思いますし、まあ、する余裕もあまりないんで、まあ、普通にですねちょっと夜、まあ、今ぐらいの時間ですねになったら動画上げられるかなと思うので、ちょっとそのタイミングまでですね、まあ、待っていただきたいなと個人的には思います。結局首相いるのかな、首相いますよねさすがに、いてくださいね。なんかちょっとあっけなさすぎてちょっと焦ってるんですけどこんだけって感じなんやけど皆さんどう思いますかまあ風屋の像とかちょっと明日頑張ってみようかなとは思いますね。まあちょっと動画はちょっと遅くなるかもしれないんですけど、まあまとめ動画みたいな感じで一気に上げたいなと思います。まあ明日はですね、まあ大型アップデートが楽しみです。まあまあまあ楽しみです、基本的には。まあいろいろ言いましたけど楽しみに待つしかないかなと思います。今回の動画はですねここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。